セイヤたちが銀馬宮への道を進む頃、アテナが密かに持ち込んでいたサジタリアスのゴールドクロスが突如光を放ち、銀馬宮へと飛び去った。亡命する12体のゴールドクロス、幾星霜の時を超え、サンクチュアリに全てのゴールドクロスが結集した瞬間だった。聖夜たちは銀馬宮を見上げ、束の間、戦いの始まりとなった13年前の事件に思いを馳せる。しかし、刻一刻と消えゆく日時計は、そんな暇すら与えてはくれない。3人はアイオロスの死を悼みつつも銀馬宮へと乗り込んだ。アイオロスの意志。これはサジタリアスのゴールドクロスだ。一体何を。壁の下に何かあるぞ。なんだあれは。これはどうやらアイオロスの残した言葉のようだ。氷河。よかった、無事に天下月を抜けてきたんだ。ここを訪れし少年たちよ、君たちにアテナを託す。アイオロス。アイオロスは俺たちが来ることをずっと待っていてくれたんだな。いつ来るかわからない俺たちを、永久に誰も訪れないかもしれないこの陣馬宮で、アイオロスの熱い思いがあのわずかな意志から伝わってくる。アイオロス、今ここで改めて誓う。アテナは俺たちが必ず守り抜くと。この先どんなことがあっても死ぬなよ。この果てしなき星渦巻く銀河で同じ時代を分かち合って生まれてきた熱き血潮の兄弟たちよ。セイントセイヤ、禁断のロザン交流派。君はコスモを感じたことがあるか。第10の球マカツ球は問題なく突破できたかに見えた。不意をついてカプリコーンのゴールドセインとシュラのエクスカリバーが大地を深く切り裂き、シリュウと他の3人を分断してしまう。セイヤたちを先に進ませ赤月球に残ったシリュウは、13年前アイオロスに致命傷を与えたというシュラとの一騎打ちに臨む。アイオロスの無念を込め、シリュウは渾身のロザン昇竜派を放つ。禁断のロザン交流派。甘いぞ、そんな子供騙しの技がゴールドセイントのこの修羅に通用するか。さあほら、自分が仕掛けた技の勢いで自分がすっ飛べ。シュー、昇竜派まるで通用しないなんて。そーら、ついでにクロスも全て剥ぎ取ってくれるわ。エクスカリバーの切れ味を思い知るがいい。あ、最強を誇るこのドラゴンの盾まで真っ二つにするとは。これで終わりだ。
今首を落として楽にしてやるぞ。俺の使徒を捨てて受け止めるとはバカな。どこにこれほどの力が。シュラ、この死竜一人では死なん。必ずやアイオロスの無念を晴らし、お前も連れて行くぞ。ハンター、この絶体絶命の時にこの男のコスモは衰えるどころかさらに増大していく。この死竜にはまだ残されたものがあるというのか。ロン氏、お言葉に背いて申し訳ありません。この死竜、ロン氏の戒めを破ります。たとえ五体すべてが飛ばされたとしても、一人では死なん。もはや死に時だぞ、死竜。レディー、アーム。なんの。これ式のことで。どうだ。のことで。かほども効かんわ。約束通り、お前も連れて行くぞ、シュラ。この技はロザン放流派。カプリコンの火も消えた。11番目の方米宮へ急がねば。このコスモは、交流派は我が大恩ある老子に禁じられていた己の命と引き換えにどんな強敵も滅ぼす絶対無比の技。なんだと、ライブラの老子にか。ならばなぜそうまでして戦う。なぜだ。シュラよ、セイントなら分かりきったこと。アテナのためだ。アテナはこれから平和を生み出す邪悪と戦わなければならない大事な人。その沙織さんが悪を打ち払い、この世が平和になり、それによって俺たちのような不幸な子供たちがいなくなるのなら、死竜一人の命など安いものだ。お前のような男がまだこの世にいたとは。どうやら俺は間違っていたようだ。許せ死竜よ、アイオロスよ。シュラ。死竜、お前は死んではならん。お前のような男こそ生き抜いて、これからもアテナのために戦わなければならないのだ。
だがもう遅いようだ。まもなく俺たちの体は燃え尽きる。そして俺たちの子孫は塵となって永遠に宇宙を漂う。これからはせめて星となってアテナを守るか。なあ、死竜よ。セイントセイヤ、絶対0度の戦い。君はコスモを感じたことがあるか。